はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね。というかこれはなんだ、トリプルフェイスとそして響き量がさらにシャンプーの出現率アップガチャが来ました。しかも14日までということで1日残し回、そして特殊能力特大は来ません。そして確率も微妙っすね。僕はですねトリプルフェイスと響き持っていません。さあレベル10の高木刑事 HP90 万来ました。もうこれは行くしかありませんこれはどうなんでしょうね。運営的にも難易度高いままで終わらせる機会、もしくはラスト1日、もしくは途中で特殊能力特大が来るのか。元気ドリンクもですね圧倒的に数が足りません。今日も一日頑張ってきましたけども元気ドリンクのドロップもなく、このほぼ無理ゲーイベントなのか、何なんでしょうね。やはりトリプルフェイスのアムロそして響き涼がこの2体が鍵なのか。今回のイベントかろうじてシャンプーがガチャから出ただけマシなのか、若干ですね微妙な感じですけども、もうこれは行くしかありません。もうとりあえずレベル10倒せば一応ですね高木刑事がゲットできて、さらに封印は全て終わって松田さんにねワンチャンあるということで行くしかありません。まあ30分、微妙なんだけどねこれ運営もうまい難易度調整してくるよね。ギリギリ倒せるのか倒せないのか、もちろん課金前提の難易度、無課金ではもう全く無理ですねこれはね、という難易度設定で来やがったんで、まあやるだけやってみましょうか。さあこれでダメージ的には7万とかね10万いかないんですよね。そこが苦しい。だから10回ぐらい叩かないとダメと。さあどんどんいきます、時間ないんで。さあフルパワー残り2本しかありません。やばいっすね今回のイベント。まあ、サンデーとのコラボイベントもねもう毎年やって第6弾になりましたけども、過去最高に難易度が高い、まあ、激アツなイベントではあるけどね、ちょっとガチャ依存しすぎなのかなっていうか、もう少しなんか倒せそうな感じにはしてほしいよね。ワンチャンもないっていうね。さあパンダちゃん、パンダちゃんがねもう少し強かったらね、これで2万1000です。だからレベル10の HP 高すぎだよね。さあ9万きました。さあそして204ポイント、もうちょっと配布してほしい Y ポイント。さあいきます、残り1本。マジか、今回落ちなさすぎだよね。もう少しドロップしてくれるといいんだけど、まあおそらくねイベント後半もう少し落ちるようになると思います。まあいつもそうなんで、まあ、特にねアナウンスとかないんだけど、絶対ねこれ出現率だとかねドロップ率変えてます。イベント終盤に行くほどなんかぬるくなるようにね若干密かにね調整されてます。まあそれにも期待しながら。さあパンダちゃんもう叩きまくるぜ高木刑事。さあこれで7万きました。さあ残り20万ということで元気ドリンクありません。買います。もうここまで来たら後に引けないんで買うしかないっしょ。さあ行きます。もうこの基本プレイ無料と言いながら課金前提もどうかと思うけどね。だから元気ドリンクの入手方法をさもう少しなんとかしてほしいよね。マップでドロップできるとかね、まあなかなか運営的にもねこ
ここは課金要素なんでそうはいかないっていうところあると思いますけども、さあパンダちゃんいきます。さあミッション来ました。そしてダメージが出る配置、これは見すれません。さあ一発でかいの来てくれ。もうちょんここは取っていく。2万7000来ました。一気にいったぜ。さあこれで8万9000。さあ残り時間もわずかとなってきました。買います。ここで引き下がるわけにはいきませんよ。運営もうまいよね。さあできればこのターンで残り10万削りたいけど、さあいきます。シャンプー、今回シャンプー強えよね。だからアムロがいればシャンプー、パンダ、アムロの3体体制でいけばもう少しねなんとかなったのかもしれません。さあこれで、さあパンダちゃん、パンダちゃん、さあダメージは12000。さあこれでおっと68000か。お、なんとかですねレベル10まで倒すことができました。さあ報酬いただきます。高木刑事、友達になりました。来たぜ特殊能力付き。さあ辞典に登録しました。さあそして必殺の秘伝書、スキルの秘伝書、 G の秘伝書ときました。さあそれではですね、松田陣兵、これで封印が全て終わりました。 HP が下がりました。さあ地獄ムズ、まだ仲間にできていません。行きましょうか。さあどうなの、特殊能力の高木さん頑張ってくれよ。さあこれね、対象キャラのダメージアップということでちょっと微妙なんだよね。ダウンはありません。なので僕の場合はシャンプーがね強いので、シャンプーをパワーアップさせて、これでワンチャンあるのか。サティバインからの、さあまず一発目のシャンプー、タップ腕でガプに。さあそしてもう一発打ち込みたい。さあもう一発、二発目シャンプー、これで21万からの37万。もう一発いるね、マジか、つえーな、つえー、これは無理ゲーだぞ。反撃もでかいです。負けちゃいましたねじゃないよね。これはどうなの、せっかく高木刑事ゲットしたが、これは結局トリプルフェイスいるんかい。さあそれではドリームマッチやっていきます。高木刑事ゲットしました。アイコンがゲットできます。佐藤刑事、さあ行きましょうか。こんなパーティーでいきます。高木さん使っていきます。特殊能力が微妙っすね。入手難易度が高い割に微妙っすね。さあデカプニが降ってくる。三橋隆、スーパーデンジャースキック、シャンプー使っていきます。タップでデカプニー、そして赤い周一使っていきます。シルバーブレッド、つながりやすくなる。そしてパンダちゃん、中央の妖怪プニを消す。さあこんなパーティーでいきましょうか。まあ、せっかくね高木さんゲットしたんで、もうもらえるものはもらってきますよ。これで佐藤刑事のアイコンがゲットできる。さすがにこれは倒せるっしょ。これ倒せなかったらちょっと高木刑事って感じになりますけども。さあ技ゲージ貯めてフィーバーインいきます。まあ高木刑事で、ま
顔、このプリンになると顔は可愛いけどね。さあ10まで食べて打っていく。さあプリンが整理される。まあ、使い方によってはね、非常に使えそうなランク Z 縛り、これからねこのランク縛りのステージでも活躍してくれるでしょう。さあそして必殺技連発していく。さあパンダちゃん行きましたね。さあなんとかですね倒すことができました。やったぜ。さあこれで佐藤さんのアイコンゲット。